どうも皆さん、こんにちは。ドズルです。今日もね、イベントクランの、リプレイを見ていきたいと思うんですけれども、早速ですが、ハイブリッドについてちょっと話していきたいなと思います。ハイブリッドなんですけれども、まあ、以前の動画で、私もね、ハイブリッドいろいろ研究していて、まあ、編成についてね、いろいろ考えているんですけれども、まあ、最初にね、地上部隊、要はゴレーとウィザード、ヒーローでね、どれだけ進んでいくかっていうのが、まあ、ハイブリッドをまずね、やるときに考えることだと思うんですけれども、前の動画でね、ゴレー一体で、まあ、ゴレー一体編成で行くなら、まあ、対空砲1本折って、で、ラバーを1体3体、1体増やして3体にして、対空砲3本折りに行くみたいな、そういったことを言ったと思うんですけれども、今回見るリプレイはですね、なんと、ゴレを2体、使って、対空砲と相手のアチャックイン、そして援軍を処理します。そして、ラバーを3体ですね、入れて、対空砲3本折っていくという、結構重量級の編成、ゴレを2体、ラバー3体で、そのゴレ2体で、対空砲って、で、ラバ3体で対空砲3本を折りに行く。まあ、そういったね、今まで私がしていたハイブリッドとはちょっと違う編成のハイブリッドなので、見ていきましょう。まあ、ラバとね、ラバ3体、ゴレ2体入れることによって、ウィザードがね、見ればわかるように4体、そしてウォールブレイカー4体とね、まあ、かなり、ウィザードとウォールブレイカー、そして黒バルの数はね、かなりギリギリなんですけれども、それでもうまく星3つ取っているので見ていきましょう。まあ、ぶっちゃけウィザードをね、しっかり大切に使えば、4体でも、まあ、こと足りるのかなというのは今回、思いましたね。この4体がなるべく死なないようにね。そしてヒーローをしっかりうまく、使っていく。ここでジャンプですね。ジャンプはしっかり、行かせたい、そのブロックにね、行けるように、その、あえてね、ここにかけましたね。そしてライトニングで援軍を処理。これで相手のネクロマンサーに向けて、ライトニングを受けましたね。打ちましたね。で、クロスボウの破壊と、対空砲1本折ったところで、ラババルを投入していってます。はい、今、黒バルじゃなくてね、ウィザードが対空砲をやっつけてくれましたね。うん。ここまでやっぱ計算に入れて、攻めているみたいですね。で、ラバ3体目投入。時計回りに、攻めてます。はい、そしてね、対空砲の破壊を、バーバリアンキングがやってくれました。結構ヒーローがね、生き残ったり、ウィザードが生き残っているおかげで、対空砲の破壊をね、黒バルじゃなくて、ヒーローやウィザードがやってくれていたので、それ結構驚きですね。今までハイブリッドと言ったら、その地上部隊と、空部隊はね、完璧に分けて考えていたんですけれども、ちょっと新しい形なのかもしれません。はい、あとはね、もう、100% 破壊していくだけなんですけれども、はい、お見事でしたね。ヒーローベルベルそんなに高くはないんですけれども、しっかり、このカンストベースから星3つ取ってくれました。で、もう一つ、リプレイ見ていきたいと思うんですけれども、こっちもね、同じハイブリッドなんですよ。要は、ゴレ2体編成で、対空砲1本と、アーチャークイン、そして援軍を処理して、残りのラバ3体で、他の対空砲と防衛施設を破壊していくと、そういった編成となっています。同じくウィズは4体しか連れてませんね。連れてませんっていうか、ウィズがね、4体しか持てないような、そんな、重量級の編成となっています。はい、まずはゴレ2体を出して、ウォールブレイカーで壁開け。お、壁開け失敗しちゃったんですね。ウィザードの塔とかね、迫撃砲の動きをしっかりよく見て、壁開けしないとね、いけないんですけれども、まあ、たまたまちょっと緊張しちゃったのかな。はい。まあ、壁開け失敗したんですけども、星3つ取ってるんでね。バーバリアンキングが、壁開けしてくれました。そしてジャンプ。対空砲1本プラスね、クロスボウぐらいまではやっぱり、処理しないと、さすがに厳しいですかね。
ここでライトニングで援軍を処理していきます。はい、クロスボウまでしっかり処理できましたね。で、ヒーローたちが真ん中にしっかり入ったのを確認してから、ラババル部隊投入ですかね。結構ラババル部隊はゆっくりですね。はい、出しました。反時計回りですね。あ、ごめんなさい。時計回りですね。時計回りにラババルを出していきます。まあ、さっきの人とは打って変わってね、ラババルを出すタイミングっていうのが結構もう地上部隊が、やられてからっていう感じですかね。今のね、ラバの出し方うまいですね。はい、ラバがどんどん溶けていっていますが、やっぱりね、重量級編成にするとね、バルーンの数がかなり限られてくるので、まあ、そこをいかにうまくね、黒バルが死なないように進めていくかっていうのがポイントだと思うんですけれども、対空砲は結構パピーが削ってくれてますね。はい、対空砲破壊しました。残り施設のね、破壊用にアーチャーもちゃんと連れてきているのが、まあ、さすがといったところですね。やっぱりね、ハイブリッドの攻めといったらね、一番悔しいのが時間切れですよね。時間切れになっちゃうことが、結構あるので、まあ、そこら辺の対策もしっかり、組み込まれているので良かったんではないでしょうか。はい、こんな感じでね、ハイブリッドと一口に言っても、ゴレを何体にするのか、そしてそのゴレ部隊で、まあ、どこまで破壊していくのかっていうのが、まあ、人によってね、結構違ったりするので、まあ、そこら辺も、見どころの一つですよね。面白いと思います。まあ、実際自分が攻めるときに、まあ、どういった編成で攻めるのかとか、まあ、どういった配置で、まあ、このゴレ部隊でどこまで破壊していくのかっていうのを見るときに、やっぱり一番最初に見るのは対空砲だと思うんですよね。で、対空砲2つを処理できるんだったら、それはもう迷わずゴレ2体にして、対空砲2本折りに行く方がいいと思います。で、やっぱりゴレ、対策としてね、対空砲がしっかり離されていて1本しか折れないなって時に、まあ、やっぱりゴレが1体か2体かでね、結構悩むと思うんですけれども、まあ、その時にね、参考になればいいなと思います。はい、じゃあもう一つ見ていきましょうか。はい、こちらジュンさんの攻めですね。今度はね、ゴイーバプラスの裏ホグとなっています。やっぱゴイーバプラスのね、裏ホグとか裏バルっていうのは、まあ、どんなベースに対してもね、一定の戦果というか、やっぱかなりね、有効な戦術だと思います。そしてこれのね、利点としましては、やっぱり星2の延長線上に星3がある。まあ、それがね、かなり利点だと思います。やっぱりどうしても星2は絶対欲しいっていう場面あるじゃないですか。そのクラン体制で接戦の時に、星2やっぱ取らないといけないけど、星3も狙いたい。まあ、そんな時はね、もうゴイーバプラスの裏ホグ、裏バルで決まりだと思います。見ていきましょう。はい、ゴレ2体を出して、あ、バルキリー出すの早いですね。そして、ホグを1体。こういう細かいのがね、うまいですよね。はい、最初に出したバルキリーたちもしっかり中心部に合流しましたね。そしてヒールとレイジ、一気にかけて相手の援軍処理をしていきます。バーバリアンキングね、結構、食らっちゃったんですけれども、しっかりね、相手の援軍処理と、アーチャークイーン処理しましたね。ジャンプのかける、タイミングが結構私と違いますね。ジャンプが結構遅めだと思います。サイドに分かれたユニットたちに、ジャンプをかけましたね。確かにね、中心部に防衛施設がスカスカなので、あえてね、このジャンプの使い方をしたんだと思います。まあ、中心部ね、バルキリーたち入れても、実際その中でね、防衛施設破壊するものなかったですよね。クランの城とか、そこら辺があったと思うので、わざとね、サイドにずらしてから、ジャンプを打ちました。うまいですね。そして、ホグライダーをどんどん投入していって防衛施設を破壊していくと。おー、ホグライダー結構やられてますが、
お、バルキリー一体残してましたね。このバルキリー残しはちょっと、どういうことなんでしょう。わかんないんですけれども。まあ、残る防衛施設は、迫撃砲とウィザードの塔ですね。まあ、バルキリーがかなり生き残っているので、まあ、これで、破壊して 100% と。まあ、そんな感じになりました。まあ、いつもね、私とかが知っているゴイーバプラスの裏ホグ裏バルトは、まあ、少し違った、そのジャンプの位置とか、まあ、進め具合とか、ホグの使い方とかが、結構ね、個性的というか、しっかりベースに対して、ちゃんと考えているような、そんな使い方が見えました。もう一回ちょっと見ていきましょうか。しっかり下見をすると、真ん中の施設はね、これ真ん中にユニットを送る必要ないですよね、ぶっちゃけ。その、バルキリーを送ったところで、防衛施設はそんな大してありません。なんで、あえて、この両サイドのこのブロックですね、ここにバルキリーを流して、真ん中はもうアーチャークイーンに任せると、まあ、そういった進め方をしていましたね。ちょっと早送りで見ていきたいと思うんですけれども、ここで、レイジとヒールを使って、そして両サイドに、バルキリーとゴーレムたちを流してね、で中心部にはあえて、アーチャークイーンのみと、まあ、そういった進め方をしていますね。そしてホグライダーを流すように入れていって、あとはバルキリーが処理してくれるといった感じですかね。まあ、バルキリーが最後まで残るっていうのはゴイーバプラスの裏ホグ裏バルでは、ね、なかなか見られないんじゃないかなと思うので、まあ、そこら辺はさすがと言ったところですね。はい、ということで、今日はね、3つのリプレイを見ていきました。やっぱりね、レベルが高い、もう非常にね、勉強になることだらけで、リプレイを見て解説している私もね、非常に楽しいです。ということで、明日もね、また何か見ていきたいと思うので、ぜひ見てください。ということで、今日はこの辺で、また明日、バイバイ。